じゃあ、ひしろさん、行こっか。はい、大賀さん。大賀さんって硬いよ。カズくんでいいのに。はい？俺、下の名前カズオミだから。じゃあ、カズくん。あ、おお、初めて呼んでもらえたよ。そうなんですか。みんな大賀が呼びやすいらしくてさ。やったー。そうかもしれませんね。もっと普段からニコニコしてりゃいいんじゃねえかな。私も友達作り頑張らないと。カズくん待ってください。カリュー違うんだよ。あの子あれで愛想笑いのつもりなんだ。タイはない。はあ、あんな下手くそな愛想笑いがある。どう見たって人はバカにしてる。いやもうこの